読書に成功は絶対欠かせない。ビル・ゲイツは基本ソフト、OS とコンピューターの世界で財を成したが、その知識の源は古臭いシステムにある。ゲイツは本でいっぱいのトートバッグをどこに行くときも必ず持ち運んでいるという。本はゲイツの生活に欠かせないものだ。ネットフリックスの新ドキュメンタリー番組シリーズ天才の頭の中、ビル・ゲイツを解読するでは、このトートバッグが繰り返し登場している。同番組はゲイツがハードカバーの本をトートバッグの上部いっぱいまで慎重に詰めている様子から始まる。このバッグには約15冊の本が入り、中には500ページで重さ1キロほどのものもある。友人らによると、ゲイツは学ぶことに喜びを感じているという。ゲイツのアシスタントは毎週本を入れ替え、ゲイツが遠出するたびに本をトートバッグに詰めている。番組の中ではアシスタントの女性が本をバッグに詰めながら題名を読み上げる場面がある。本のジャンルは人気のノンフィクションからワクチンや量子力学についての科学書まで様々だ。ある友人はゲイツが旅行に14冊の本を持ってきた時のことを思い出し、次のように語る。彼はある一つのことについて1冊ではなく5冊の本を読む。そうした本の大半は生身の人間にとっては難解すぎて読めないようなものだ。彼はほぼ常に話す相手よりも多くの知識を持っている。同じく熱心な読書家として、ゲイツの古き友人のウォーレン・バフェットがいる。バフェットはかつて、知識は複利のように蓄積されると語った。読書を重ねるほど知識は増える。ゲイツは面白い場所に旅し、世界トップレベルの科学者たちと会っているが、私が新たなことを学び、自分の理解を試す主な方法はそれでも読書だ。それぞれの本が探索すべき新たな知識の道を開いてくれる、と語っている。ビル・ゲイツは能動的読書家で、読む本すべてから最大限のものを得る。まずゲイツは余白に多くのメモを書き込む。また読書の時間には決して邪魔が入らないようにしている。ゲイツが思考習慣に入るシーンでは、新しい本を入れたトートバッグを抱え、人里離れた小屋に向けて鳩場を歩いていく様子が紹介されている。ゲイツは水辺が見える小さな机の前に座る。机の上にあるのはダイエットコークとメモ帳、ペン、そして1冊の本だけだ。ゲイツはかつて、雑誌の記事は短い時間で読めるが、本は一度に少なくとも1時間確保することが必要だと語っていた。自分の頭に取り込ませることは限られた数だけ選ばなければいけない、とゲイツ。自分が気にするべきものが何かを決めなければならない。何に関心を傾けるかを決めると、ゲイツは自分のその話題に没頭させ、その議題に関するあらゆる側面について学ぶ。それに必要なのが難解な本を読むことであれば、それも厭わない。シリーズ最後となる第3回では、ゲイツが自宅の巨大な図書室の中に立ち、少なくとも30冊の本を収蔵している一つの棚を指さす。そこにある本はすべてカナダのエネルギー科学者バーツラフ・スミルの著書だ。ゲイツはスミルの本を読むことで二酸化炭素の排出量を減らしつつ、世界の電力需要を満たすクリーンエネルギーを作り出す方法について学ぼうとしている。著書の一部はゲイツにとっても非常に難解だ。ゲイツはまだ読み終わっていない一冊を棚から取り出し、この本の自然な読者は一人未満かもしれない、と冗談を飛ばした。ゲイツはリーダーたちに向け、成功の手がかりとなるかもしれない重要な教訓を与えている。それはどのような分野でも読書は成功に絶対に欠かせないものだという点だ。ゲイツはかくてベーシタイムのインタビューで次のように述べた。学びをやめるまでは本当の意味で年を取ることはない。すべての本は私に新しい知識を授け、
物事を違う角度から見る手助けをしてくれる。読書により世界についての好奇心が焚きつけられる。私のキャリアはこれにより前進してきたと思う。